はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。ベイブレードバーストに超絶シリーズが登場したことによってメタルになったよね、うん、でやっぱりやってみたいのがメタルファイトベイブレードとの戦いだね、うんうん、パッケージの後ろにも書いてあるんだけど、ベイブレードバーストで遊ぶときはベイブレードバーストどうして遊んでください、違うシリーズメタルファイトシリーズなどのベイブレードと遊ぶことはおやめくださいって一応書いてあるんだよね、うん、なんだけどやっぱ興味があるんでやってみたいなと思います、はい、もうこれは完全に自己責任だよね、うん、で 3on3 にしましょう、はい、なので、まあ、1回ずつ対決って感じかな、うん、はい、どの順番で使うかは自分で決めましょうか、うん、今回はベイブレードバーストのスタジアムとメタルファイトベイブレードのスタジアム、この両方で戦いましょう、はい、はい、じゃあ早速いきましょう。私の先方はこちら、ダークボルフでいきます、うん、僕はこのジェットアキレスでいきます。はい、 3,2,1 ゴー。おー、いい音。あ、高さが全然違うから、うん、もうね、メタルファイトの方はバーストはないからね、オーバーするしかない。おいおい、はい、続いて中堅はバサルトホロゲームでいきます。僕はウィニングバルキリーでいきます。おお、ほんとに3,2,1 ゴー。よっしゃー、勝った。はい、じゃあ大将はビッグバンペガシスでいきます。僕はエンペラーフォルネウスでいきます。はい、3,2,1 ゴー。やっぱり重さはね、確実にメタルファイトの方があるからね。おお、来た来た来た、ファイナル。そんな、よっしゃ ー、じゃあ今度は米交換しましょう、うん、はい、じゃあ先方はエンペラーフォルネウスでいきます。僕はビッグワンペガシスでいきます。俺同じ勝負だ。3,2,1 ゴー。おお、やった、やった、一発で。中堅は Z アキレスでいきます。僕はバサルトホロゲームでいきます。3,2,1 ゴー。あ、重い、あ、でも音がすごい。ベイブレードバーストはね、周りがプラスチックなんだよね、うん、中がメタルだけど、お、あれだ、すごい、ディスクに当たってるね、これ音が。なるほど、いい音じゃん。どうする、どうなる、やばい、あー、ブーメラ。はい、じゃあ大将はウィニングバルキリーでいきます。僕はダークボルフでいきます。はい、3,2,1 ゴー。おー、いけ、おー、いけ、いや、負けないと。あー、いかん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 、やっぱりダメだ、回転落ちてる。いけー、よし、いいわー。ということでやっぱりメタベイの勝利でしたね、うん、じゃあ今度はメタルファイトベイブレードのスタジアムに変えましょう。はい、じゃあ先方はダークボルフでいきます。僕はジェットアキレスでいきます。はい、3,2,1 ゴー。いけ、これはね、どうだろう、いける、わー、いい音、いい音、すごいいい音。やっぱディスクに当たってるね、これね、うん、上なんてフレームに当たってない、フレームじゃない、レイヤー。じゃあ中堅はバサルトホロゲームでいきます。僕はエンペラフルネアスでいきます。はい、3,2,1 ゴー。おい、同じような軌道、追い出せ、追い出せ、いけ。これあれだね、ディスクを打ってるからさ、うん、バーストしないよね。そうだね。そうだよね、うん、あ、いい音、いい音、イエーイ。はい、じゃあ大将はビッグバンペガシスでいきます。僕はウィニングバルキリーでいきます。おお、3,2,1 ゴー。あー、あっさり決まったーい。はい、じゃあまたベイ変えましょう。私が超絶レイヤー、デイシンクがメタベイだね、うん、じゃあ先方はウィニングバルキリーでいきます。はい、僕はビッグバンペガシスでいきます。はい、3,2,1 ゴー。あー、あっという間に。はい、中堅は Z アキレスでいきます。ダークボルフでいきます。はい、3,2,1 ゴー。しっ、あ、惜しい、惜しい、今ので追い出したかった。オッケー、押せ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 。あー、大将はエンペラーフォルネウスでいきます。僕はバサルトフルゲームでいきます。はい、3,2,1 ゴー。いけ、追い出せ、追い出せ、ダメだ、重いから追い出せない、弾き飛ばせない。うわー、ここの根元を攻撃されてダメですな。ダメかー、これは。あ、いい音、いい音、あー、ダメだー。
はい、ということで今回は超絶レアシステムのベイブレードバーストを対メタルファイトベイブレードやってみました。うん、やっぱメタベ強かったね。すごい強かった、ね、やっぱね、明らかに重いし、こっちの方が、うん、で、周りメタルだし、うん、重心低いし、すごい強い、強かった。で、こっちはやっぱ重心が高いものが多いからね、うん、あのほとんどがディスクに当たってたね。そうだね、うん、でもいい音だった、ね、そうね、逆にいい音だったね、うん、面白かった。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、グッド、ライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。